高山信武10月24日から1987年10月16日は、日本の陸軍軍人、陸上自衛官。最終階級は、陸軍大佐、陸将、千葉県出身。農業、馬場基吉の次男として生まれ、高山君道陸軍中将の養子師となる。松戸中学、仙台陸軍幼年学校、陸軍士官学校予科を経て、 1927年7月、陸軍士官学校を主席卒業。同年10月、砲兵将尉に任官し、横須賀重砲兵連隊付けとなる。その後、横須賀重砲兵連隊中隊長、2.26、事件東京軍法会議班士、参謀本部作戦課の部員、ドイツ駐在、大本営兵単当幹部参謀などを歴任。1945年6月、 陸軍大佐に昇進し、同年11月、予備役に編入となった。戦後は副委員長、第一副委員局総務課長、厚生省引上げ延後長副委員業務部長を経て、1952年7月、警察予備隊に入隊。1953年8月16日、保安大学校幹事。陸上自衛隊では、陸上幕僚幹部第5部長。 1956年8月16日、陸上に承認し、統合幕僚会議事務局長。1959年3月17日から、第一管区総監。1960年8月1日から、北部方面総監。1962年3月12日から、陸上幕僚副長を務め。1964年4月1日、退官。 谷百9 8 8ピアニッシモ29から60、漢方本市第14,949号、昭和51年11月5日、漢方本市第18,222号、昭和62年11月14日。ありがとうございます。